まず一つ目はこちら。人生は12年周期で12年前と同じことを繰り返すと言われているけど、スバルは12年前はどんな1年でしたか？17から12引いたらすいません、5歳ですね。キャミ算数弱い。まあ5歳ね、5歳の頃は、まあフリル着て、まあそうですね、街を練り歩いて、まあでもすごい好きな色は水色とピンクとか。で、かわいい。まあやっぱりね、リボンとかがね、好きだったんじゃないですかね。女の子しておったの。割とね、女の子していた時期、させられていた時期ですね。じゃあ、二人はどんな感じだったの？5歳の時か。5歳。え、5歳なの？ルーナタンマイナス12歳ってことで？何言ってんの？え、生まれてないってこと？そう、今、0歳だから、マイナス12年前ってことね。あ、遺伝子の時か。ルーナタンが。なるほどね。なるほどな。DNA の頃ってことね。DNA の頃か。記憶ある？ DNA の。DNA の頃の記憶あるかもしれんのの。ガチ？あるの？本当に？おかしい。ちなみにどんな DNA だったんですか？どんな DNA？ やはりね、キャミタルムのこの人類をいかに破滅に導くか。邪神じゃねえ？あれあれ俺、邪神、あれあれ、ナスの神とか言っといて、実は確かにお前。あれナスの神じゃないの？もしかして、あれっすか？チョコのこの角だったりするルーナタン。もしかして。え、それマジなの？実は角から生まれたのがナスの。いやお前、脇から生まれたみたいに言うんじゃねえ。角から生まれるな。ナスと角の色似ておるではないか。あ、なるほどね。似てるわな。じゃあルーナはチョコ線の角から生まれたってことでいい？そうですな。じゃあナスのキャミはチョコ線の角から生まれたらしいです。なるほどね。ああ。